けで、隠れ家の建て方とか錬金術を使ってできたりしないかなって。気軽に頼れとは言ったが、独り立ちしたばかりだろ。自分たちの隠れ家作りで早速音を上げるのか。やっぱりそううまくはいかないか。だいたい一人前の錬金術師が作ろうと思い立ったなら、それが何であれ、まず自分でレシピを想像すべきだ。え？柱なら柱、壁なら壁、いや、家丸ごとすらも調合の結果として捉え、そこからレシピを想像する。レシピを想像する。錬金術で作る他の道具みたいに。重要なのは想像と結果を直結させる勘だ。私なら材料は想像を実現するための触媒と考える。私たちの隠れ家、結果、想像、材料、なんとなく分かったかも。あっと、ありがとう、アンペルさん。お前が私の独り言をどう生かそうが私の知ったことではない。せいぜい驚かせてみろ。わかった、すっごい隠れ家を作って二人を招待するからね。なんだ。いや、何、錬金術師というのはどいつもこいつも可愛いと思っただけだ。何？違うよ。なんだよ。おい。おかしいだろ。
あ、ごめん。どれが必要？どうした？何？いいや。よう。
よし、あった。やあ、せーの、それ。取れたよ。直し方思いついたって本当？小さくても建物だろ。そんな一朝一夕に思いつけるもんなのかよ。適当な思いつきで直してもすぐ崩れるんじゃ。アンペルさんみたいにうまく説明はできないけど、私の隠れ家の完成形をイメージしてみたの。イメージ？そう、家ならどんな感じの材料が必要かってある程度推測できるじゃない。それが分かればどの材料をどう錬金術で調合すればいいかもなんとなく分かってくるわけ。そうなのか。ちょっと待ってよ。これとこれ。必要な材料をまとめてみた。これだけ揃えば隠れ家が建てられる気がする。この材料を作るための原材料もたくさん採取しなきゃいけないけど、この材料から調合完成までがつながっていく錬金術師としての革新ってやつ、信じてくれる？ま、面白そうではあるか。このメモにあるものを用意すればいいんだな。僕もどうやって隠れ家が出来上がっていくのか興味は湧いたかも。私も採取についていければ本当の仲間に。クラウディア、何か言った？ううん、何でも。私にも何か手伝えることはない？クラウディアには完成後に手伝ってほしいかな。レントとタオのセンスじゃ内装は任せられないからさ。ずいぶんな言い草だな。せっかく手伝ってやるっつってんのに。そうだよ、ライザは僕らのありがたみについてもう少しちゃんと認識してほしいな。ごめんごめん、ちゃんとありがたいって思ってるから。それじゃあ私はみんなが採取してる間お弁当やおやつを用意して待ってるね。ほんと？前にもらったクッキー美味しかったんだ。がぜんやる気が出てきたよ。むしろそのためにライザを手伝うのもありだな。あんたらね。そうだ、作った材料の管理は3人に任せていい？ああ、そっか。ライザに持たせたままじゃせっかくの材料も錬金術に使われかねないね。そうそう、そういうこと。たく、偉そうに言うなよな。何にしてもやることは決まったわけだ。ちゃっちゃと材料を作って隠れ家を直しに行こうぜ。おお、どうしようかな。どこに入れようかな。
はどうしよっかな。何をしようか。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。はどうしよっかな。どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。よし、できた。おお、いつもなんとなく見てたが、やっぱり錬金術ってすごいもんだね。材料が全然違うものになるなんて、まるで魔法みたい。まだ始まったばかりよ。どんどん調合するからしっかり運んでね。森の広場まで出来上がったものを一つ一つ運ぶのか。いっそのこと森で調合すりゃいいだろうに。なんでわざわざここから運ぶ手間をかけるんだ。集中が必要な調合を野外でできるわけないでしょ。量も多いし、ここでじっくりやらないと。ライザも本当の錬金術師みたいな物言いをするようになってきたね。ああ、俺も今そう思った。本当の錬金術師なの。もう二人とも張り切ってるライザの邪魔がしたいの？ああ、ごめんなさい。あ、そういうつもりじゃなくて、俺たちなりに励ましてるというか。本当？半分くらいは多分ね。さて、それじゃ本当の錬金術師の力を見せつけてあげるわよ。どうしようかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、どれにしようかな。これでいいか。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。どこに。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。
ようかな。どこに入れようかな。いいもの、敵いいもの、敵いいもの、敵いいもの、どれにしようかな。これでさあ、どうだ。やった、できた。どこにしよう。いいもの、敵いいもの、敵いいもの、いいもの、どれにし、これでいくさあ、どうだ。やった、できた。どこにしよう。おお、いい感じかも。おお、いいぞ。どれがいいかな。これとうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。おお、いいぞ、いいぞ、いいぞ。どれにしよう。これでうまくいくかな。やった、できた。少しは成長できたみたい。どこにしよう。おお、いいいい。どれにしよう。これでうまくいくかな。できた、バッチリ。どこに入れようかな。いいもの、できそうだよ。いいもの、できそう。どれがいいか。これうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこまで続いてるんだろうな、この道。どっちを見てもいろんなものがあって面白いね。やっぱり島の中とは違うな。よーいしょ。そう、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。よーいしょ、よーいしょ。宝石っていろいろあるな。肩慣らしにもならねえな。おりゃ、おりゃ、今だ。ライザ、頼んだ。うちえな。せい、今だ。レント、任せた。レント、頼んだよ。せい、今だ。
何か新しいこと起こるかな。やあ、これでどうだろう。必要な分はこれで揃ったかな。材料も一通り揃って、あとは組み立てるだけか。運び込むのは大変だったが、しかしなんだ、やろうと思えば何でもできちまうもんだな。うん、想像と現実って意外に近いんだな。ちょっと考えにふけるのはまだ早いわよ。今までは準備で、ここからが本番なんだから。そうだね。でもこの山ほどある部品をちゃんと間違えずに組み立てられるかな。大丈夫、完成した形と部品はしっかりイメージでつながってるから、私の指示通りにして。うん、わかった。改めて思うけど、錬金術師ってすごいもんだね。そうだな。よし、それじゃあ始めるか。ほら、そこ、手を休めない。ライザも命令ばかりじゃなくて、ちょっとは手伝えよ。いいのよ、私は指示出し係なの。全体を見て判断する人が必要でしょ。僕は肉体労働に向いてないのに。みんな、お茶が入ったよ。できた。ああ、できたな。できたね。できちゃった。本当に。ちゃんと錬金釜も置けたし、書き物ができる机なんかも持ってきちゃったよ。いろいろ持ち込める、でっかいスペースもあるぜ。みんなでのんびりできる、私たちの隠れ家。よっしゃー、やったー。信じられない、本当にできちゃった。すごいよレイザー。本当、錬金術師様々だよ。俺たちにできること、やったことってのが今目の前にあるんだな。うん、私も少しは手伝えて嬉しい。そうだ、隠れ家の名前は私が決めていいよね。ああ、ライザの錬金術がなければできなかったんだ。文句はないぜ。
どんな名前にするつもりなの？アトリエ、ライザのアトリエでどうかな。いいんじゃない、飾り気のなさが家主にぴったりだ。一言余計よ、たく。これからよろしくね、ライザのアトリエ。こうしてアトリエができたことだし、私一つ誓いを立てようと思う。誓い？我がアトリエ完成を機に改めて誓います。私は錬金術師としてもっと上達する。なるほどな。俺は冒険者としてあの山の彼方にそびえる塔を攻略して村の連中に目にもの見せてやるぜ。僕は家の書庫に積み上げられた文献を読破して、そこに記された知識すべてに触れたい。私もいつか誰の前でもお父さんの前でもフルートを演奏する。フルートか、そういやまだ聞かせてもらってなかったな。誰の前でもって当然僕らも入ってるよね。頑張ってまず二人の前でも吹けるようになる。ライザの次はやっぱりレント君とタオ君だもの。楽しみだな。あってライザの次？もしかしてライザだけもう聞いてたりするのか？まあね。羨ましいでしょ。あ、私が勝手に恥ずかしがってライザだけに聞いてもらったんだ。ごめんね。謝るようなことじゃないよ。そうそう、慣れないうちはライザで十分だろう。ちょっと何よその言い草は。私もみんなみたいに頑張らないと。まだ細かいものがいろいろと足りないかもな。必要と思ったものをみんなで持ち寄ればいいでしょ。これからはいくらでも置いとけるんだからさ。いいね、
それでこそ僕らの隠れ家だ。私も小物とか飾ってみたいけど、いいかな？変な遠慮しない。ここはクラウディアの隠れ家でもあるんだからさ。うん、ありがとう。どうしたの、レント？まさか魔物？そんな、ここには入ってこないはずじゃ。そのはずなんだが、嫌な空気だ。森がざわついてる気がする。言われてみれば、なんだろう。気味が悪いな。背筋がゾワゾワしてきたよ。あっちか。様子見に行ってみる。なんでさ、危険には近づくなってリラさんにも言われてるのに。せっかくアトリエが完成したのに、これじゃあクラウディアも安心して過ごせないでしょ。様子を見るだけだ。リラさんに伝える分だけを確認したらすぐに引き返すぞ、ライザ。わかってる。すぐ戻るから、クラウディアはここで待ってて。うん、みんな気をつけて。任せとけって。危なくなった時の逃走方法は一番最初に叩き込まれたからな。とにかく慎重に、慎重にね。ええ、行くわよ。慎重かつ大胆に。